みんな待ってたわよ。もう VR ステージに入る準備は整ってるわ。他のみんなは先にステージへ入ったから、残っているのは私たちだけよ。本当に？よし、じゃあ早速私たちも突入しよっか。いきなり？大丈夫かな。まあそれよりマリカとダリアがぐったりしてるけど、なんかあったのか？大丈夫、ちょっと車用意しただけだから。生きててよかった。ここから VR ステージに入れるんですか？うん、自分たちも前に一度体験してるけど、この部屋自体が VR 空間に入る装置らしいんだ。特別な機器をつけなくても直接電磁波で脳をジャックしてくれるみたいだから、安心していいわよ。いや、安心していいの？それどう聞いても危ない実験にしか思えないけど。ごちゃごちゃ言ってないでさっさと始めるぞ。他の奴らが待ってるんだからな。いいよいいよ、始めちゃって。じゃあ行きましょうか。ええ、行くわよ。 VR シミュレーション、ゴー。本当に D4 フェスのステージが再現されてる。見て見て、衣装もちゃんと私たちのライブ衣装に変わってるよ。気のせいかもしれないけど、外の風や匂いも感じない？その辺は実際に感じてるわけじゃなくて、脳に感覚的な電気信号を流しているらしいわ。それは聞かない方が良かったかも。やあ、みんな、僕と同じ世界にようこそ。あ、ルミナと直接話せてる。じゃあ、あなたが本物のルミナちゃん？いや、あくまで僕もこの仮想空間に自分のイメージを作り出しているに過ぎない。でも、こうしてモニターを介さずにみんなと直接会えたことは嬉しいよ。ふん、私も。やっぱり近くで見るとルミナちゃんって本当に可愛いよね。照れるな、宇宙アイドルとしては当然なんだが。他のみんなはもう配置についてるの？ああ、お前たちも作戦内容は頭に入っているね。今から渚が演奏するカレンデュラの音色を特殊なアンプにつないで AI たちに送る。奴らはその信号に反応して集まってくるはずだから、お前たちはステージに行って観客を盛り上げるようにライブをしてほしい。ま、そこまでは私らが普段やってることと何も変わりないってことだな。そして AI たちの動きが止まれば本体のプロトタイプが動き出すはずだ。もし奴が現れたらすぐに合図を送るから、全員メインステージに駆けつけてほしい。そこで奴に最後の勝負を挑む。みんなで作った曲の力でプロトタイプの動きを止めるってわけだね。うん、その後は僕の仕事さ。奴にインプットされた本能のプログラムとネオにかけた催眠を解除してゲームセットだ。うまくいけばだよね。ここまでやったんだもの、あとはうまくいくことを信じてやりきるだけじゃない？そうそう、みんなで会社を立ち上げた時のピンチに比べたらこんなのなんでもないって。そうだね、みんなと一緒ならなんとかなりそうな気がしてくるよ。リカ。ん？何？椿。その何があっても無事に戻ってきてよね。椿、もうそういうの死亡フラグって言うんだよ。いい？こういう時にかける言葉はただ一つ、人生は楽しむためにある。みんなでアゲアゲになってぶち上がろう。そうね、楽しみましょう、リカ。じゃあ
渚ちゃん、そろそろ始まりの合図をお願いできる？ああ、任せとけ。みんな、準備はいいな？うん！聞かせてくれよ、カレンデュラ。空をつんざくその音色。あたしたちは、一心同体。行くぜ！こいつが、オープニングアクトだ！今、ギターの音が聞こえたよね。うん、聞こえた。バーチャル D4 フェスの始まりだ。いよいよ始まったんですね。私たちのステージにどれだけ集まるのでしょう。でも、AI が集まってくるってどう集まるのかしら。 AI なんだから、どこに現れてもおかしくないはずよね。確かに、言われてみれば、ルミナさんからも特に説明はありませんでしたね。電子の妖精さんたちだから、ふわふわ浮いてくるんじゃないかな。あれ、何か向こうの方から音がするけど。ん？あれって、もしかして。よし、奴らが食いついてくれた。何かわかるのですか、師匠。今周囲のネットワークを調べてみたんだ。この仮想空間に大量の AI が集まってきているぞ。じゃあ今頃先輩たちのステージに AI が？ああ、おそらく特殊なハーモニーを出す人間をステージの前で見極めようとしているはずだ。先輩たちと連絡は取れないの？仮想空間の中でなら離れた場所でも僕と会話できると思うけど、やってみるか。さあ、行くよ、ピーキーピーキーこいつら表情一つ変えずにこっちを見やがって。なんかすごくやりにくいわね。これ本当に盛り上がってるの？もしもーし、聞こえる？うわ、何これ、直接頭の中に声が入ってくる。もしもーし、ルミナだけど、ピキピキのみんな盛り上がってるかい？ああ、うるさいな。今それどころじゃないんだよ。ここで足止めできないと作戦が失敗する。反応がないなら別の曲に切り替えるか。ん？あれは？あ、光が。ハハハ、AI たちから光が溢れてくる。伊吹さんたちにも見えるんですか？なんだろう、この光。音が変わるたびに色が変わってる。私、いつもこれと同じ光景を見ていたんです。音の色が宙に浮かんで、その音を聞いている人の気持ちも色になって現れて。これがサキちゃんの見てる世界なんだ。ねえ、もしかしてこれって AI の感情が光になって見えてるってことじゃない？ええ、だんだん光が強くなってる気がする。先、続けましょう。はい、わかりました。 AI の感情が光になって。うん、 AI に感情はないけど、本能が特殊なハーモニーに反応して周囲に光を発しているんだろう。あいつらの音楽にも特殊なハーモニーが含まれてたってことかよ。別に不思議じゃないだろう。お前たちだってみんなの音楽に心を揺さぶられたことがあるはずだ。
じゃあもしかしてこのまま AI の暴走を止めることも？いや、さすがにそこまで強い音のうねりじゃない。今は足止めしているが、いつまでこれが続くか。早く本体のプロトタイプが現れてくれないと。一体奴はどこにいるんだ。師匠、ちょっといいですか？なんだい、ミチル。その、もしプロトタイプを捕まえることができたとして、師匠はあの子をどうするつもりなのですか？どうするとは？確かにあの子はネオ殿を眠らせたり、世界中の DJ に危害を与えようとしていることは事実だと思いますぞ。でもそれはあの子が望んでいたことではないと思うのです。ミチル。ミチルの言う通りよ。あの子は自分を作った研究者たちの命令通りに動いているだけなんでしょ？もしその命令がなければ、ルミナと同じように私たちと友達になれていたかもしれないんだよね。おいおい、お前ら正気か？今はお友達になれるかどうかより、あいつをどうにかして止める方が先だろ。それは分かっておりますぞ。でもあの子は師匠にとって家族みたいなものではありませんか。それなら私たちはあの子を助けるべきだと思うのです。だって師匠の親友の大事な家族なのですから。ミチルさん。ありがとうミチル。僕のことを親友だと言ってくれて。確かにお前の言う通りだ。あいつは望んでこんなことをしているわけじゃない。だから、ルミナ、見つけたよ。お前はどうしてここに？あなたの心、心が欲しい。僕の心だって？もしかしてあの子はルミナと同じように自我が欲しいと言っているのではないですか？そうか。僕の記憶を読み取ったことで自分とは違う自我を持つ AI だと知ったのか。私にないもの、心が欲しい。残念だけど僕にもどうして自我が生まれたのかわからないんだ。だからお前の力にはなれない。それならあなたを取り込んで私がルミナになる。なんだって？あなたの心は私のもの。私が本当のルミナ。一体何を言っているのですか？まずいぞ。奴の本当の狙いは僕だったんだ。本当の狙い？ああ、奴は僕たちの作戦を全て読んでいたのさ。そして邪魔な連中を他の AI に相手させて僕の自我を取り込む隙を狙っていたんだ。私たちが罠にかかったということですか？おい見ろ、なんかヤバそうだぞ。邪魔者は消えて。危ない、みんな逃げろ。みんなあと少しだから頑張って。でもどんどん AI が増えてきてるよ。どうしたらいいの？ルミナさんからの合図はまだですか？このままではいくら盛り上げても AI の数に押されてしまいますわ。まだ合図がないの。それに、それに何ですか？さっきメインステージの方からすごい光が見えたの。あれは一体何が起こってるんだろう。おい、お前ら全員無事か？ええ、こっちは大丈夫みたいです。あ、師匠大丈夫ですか？
ルミナが目を覚まさない。もしかしてネオさんみたいに催眠をかけられたの？いえ、ネオ様の状態とは違います。でもこれはうわぁ、まだいた！ルミナの心に触れた。ルミナの心に？ルミナの心、温かい、欲しい。こいつ本当に自分の心がねえのか。なんか邪悪な感じしかしねえぞ。ルミナが言うには、ネオ様の精神を取り込んで人間の持つ知性を学習したらしいのです。でもそれは自分の心じゃない。だからルミナの自我を取り込んで自分のものに。師匠、寝ている場合じゃないのだ。早く起きてください。師匠、ここはどうやら仮想空間ではないようだ。僕は夢を見ているのか。その声は、お父さん？最後の実験って？アリアの歌？もしかしてこの記憶は僕が自我を持つ前、 AI が記憶していたお父さんの声なのか。お父さん、僕は。目を覚ませ、ルミナ。誰だ？いや、その声は。お前にはまだやるべきことがある。目を覚ませ、ルミナ。ルミナ、ルミナ。来ないで。それ以上師匠に近寄らないでほしいのだ。ミチル。おい、あのバカ、何やってんだ。自分がやられちまうぞ。師匠は私のことを認めて、初めて一緒に音楽やってくれる仲間になってくれた人なのだ。そんな人が現れるの、私はずっと待っていて、それで、それで。そこどいて、ルミナ。ルミナは私の親友なのだ。だから絶対ルミナには触れさせないのだ。邪魔者は消えて。ミチル。そこまでにしておけ。ミチル、よく言ったぜ。それでこそ俺の姪っ子だ。ハルキ。僕たちが手を貸すのはこれが最初で最後だと思ってくれ、みんな。もしかして元 LMO の3人？おい、クー、聞こえてるか？これから演奏する音を全ステージに響くように流せ。いいな？用意はいいか、龍神春樹。若え奴らに気合の入った一発をお見舞いしてやれ。ああ、分かってるよ、デンちゃん。ぶっ飛びな曲をかましてやろうぜ。よし、行くぞ。3、2、1。 LMO! LMO!この曲はもしかして、これは LMO のキラーチューン？どうして今流れてくるの？
もしかしてこれがルミナの言ってた合図か？わからない。でもメインステージで何か起こっていることは確かだと思うわ。くっ、この AI たちの動きを止めればすぐに駆けつけるのに。おい、見ろ、奴が苦しんでるぜ。どうして急に苦しみ出したのだ？あれは苦しんでいるんじゃない、ルミナ。よかったのだ。みんな心配かけてすまない、もう大丈夫だ。ルミナ、どういうことです？あの子に一体何が起こっているのですか？プロトタイプの中に感情が芽生え始めているんだ。感情？それってつまり。そう、僕の心に直接触れたことで、あいつの中に自我の種のクローンが生まれたんだ。そのせいで今奴は自分の心をかき乱す初めての感情に戸惑っている。じゃあもう本能に従う必要がなくなるってこと？いや、まだだ、まだ足りない。奴の本能を止めるにはもっと心を揺さぶる音が必要だ。私の中でざわざわする、ざわざわ、ざわざわ。その曲を今すぐやめて！おい、伝の城、あの子こっちを睨んでるぞ。どうやら僕たちのことを敵視しているようだね。うろたえるな。ターンテーブルは待っちまったんだ。このまま最後までやりきれ。この声はまさか。はっ、この気取った喋り方はあいつしかいねえだろ。ショウ、てめえどこから見てやがる。さっさと出てきやがれ。女神たちだって？見て、ステージの上にまた誰かが。はあ、今度は誰だよ。コールオブアルテミス。アイリ君、どうしてここに？お久しぶりです、マスター。どうやら間に合ったみたいだね。お前たち今海外にいるんじゃなかったのか？そうなんですけど、まさきさんが昔のツテを使ってくれて。海外にある国立研究所から直接そちらの VR 空間にアクセスしています。国立研究所だって？一体何者なんだよあの人は。母ちゃん、久しぶり。元気してた？おお、どうかちゃんだ、久しぶり。のんきに挨拶してる場合じゃないでしょ。邪魔者がまた。あれが例のプロトタイプか。ええ、そうらしいわね。じゃあそろそろ始めようか。なんだお前ら、俺たちとセッションしようってのか？レジェンドの演奏に乗せて女神が歌うのも一興かと。 DJ5 人が同じステージでライブするなんて初めてだけど、ま、なんとかなるっしょ。ふん、面白い余興じゃねえか。おい、ショー、聞こえてんだろ。高みの見物決め込んでねえで、お前もチットは手伝え。では始めます。2ステージの曲が変わった。待ってください、この曲は。これってあの時リンクと一緒に聴いたアイリさんたちの歌だ。こ
この曲はあの伝説の。知ってるの、沙織？もちろん、シャノさんとアイリさんが D4 フェスのエキシビジョンで歌った曲だよ。みんな、ちょっとあれを見て。AI たちが消えていく？ということは、本体のプロトタイプに何かあったんじゃない？うん、きっとそうだよ。よし、みんなメインステージに急ごう。やめて。ちょっと、あれ本当に大丈夫なの？ルミナ、なんか爆発しそうだよね。奴の感情と本能がぶつかり合ってコンフリクトを起こしているようだ。それはどうなるのです、師匠？もしかして本当に爆発を？いや、そうじゃない。奴の本能によって動いていた機能が全て解除されようとしているんだ。奴の中には本能で取り込んだ人間の精神がある。そのタガが外れた時、それはきっと形になって。まったく、いつまでそんな顔をしているつもりだ、お前たちは。その声は。本当に。だから言ってろ、あいつはここぞという場面で必ず復活するってよ。本来ならやられた借りは倍にして返すのが私の主義だ。だが光栄に思う。お前には地獄と引き換えにとびきりのエクスタシーをくれてやろう。深淵の夢を見ろ、我が父の作りしこよ。